この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。はい、今回の商品はこちらでございます。ディンプルズエクセルさんから届きました19センチペン先交換式のスタイラスペンでございますね。はい、こちらが実物なんですけれども、まあ、19センチって、まあ、大きいんだろうなと思ったんですが、予想以上に大きくてですね、こういう感じで、なんていうんですか、あの鉛筆使わない時の鉛筆ぐらいの大きさはありますかね。でこれにストラップがこういう感じでついていて、はい、それだけではなくて、まあ、ペン先交換ができるので、こういう感じで付属でたくさんついているという感じでございますね。でストラップの方も予備でついているということになりますので、まあ、大きいのは4つついているので4名ぐらいでみんなでシェアして買うというのもありかもしれないですね。はい、こんな風に書いていて、でこっちがペンっぽくなってて、別にこれが伸び縮みするっていうわけではないですね。ペン先の交換ということで、こうやって交換することもできますね。ペン先はこういう感じになっています。では実際に何かを触ってみますか。はい、実際に触って、あ、これ面白いですね。この長い分、なんていうんですかね、画面から結構離れた状態でできたりするので、でタッチ的な感圧的なものはちょっと強めにした方がいいのかな。そういう感じでございますね。うん、で別に問題なくできるので、画面を汚さずにいろいろ触れるという感じになると思いますね。はい、ただこれ結構デカめなので、なんていうんですかね、携帯性にはどうなのかな。まあ、筆箱などにはペンケースにちょっと入らなさそうな大きさですよね。その辺がちょっと心配にはなるんですが、まあまあまあ大きいので、逆に言うとなくしづらいということになると思うので、で結構便利に使えるのかなと思っています。これは大画面のもので使った方がいいのかもしれないですね。小さい画面とかになると、もしかしたら不便というかね、ちょっとバランス的にと思うので、こういうデカめのものが欲しい人、もしくは手が大きいとかですね、大男の人はこういうのが向いているのかもしれません。以上、ディンプルズエクセルさんからの19センチのペン先交換式スタイラスペンでございました。それでは。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。